名古屋市立大須野小学校は名古屋市港区戸小町にある公立小学校。学校の創立は1872年8月に遡ることができるが、実際に授業が開始されたのは1年後の1873年8月のことであったという。ただし名古屋南部市では第38番小学にした学校が、 創立されたのは1873年11月15日と、ある。所在地は厚田前日田の個人宅であった。学校は1879年8月10日、新校舎に移っている。西田学校の通学区域は、1882年12月の時点で、愛知軍、第24学区に属し、宝上、日田、神米五神殿、稲江神殿、 古山神殿厚田前新田となっていたその後、小学校例改正に伴う統廃合により、1887年には、愛知軍第八学区の尋常小学東組学校に統合された。この当時の第八学区の範囲は、厚田日田東組、千年村、神兵衛神殿、宝田神殿、稲江神殿、厚田前神殿であり、本校は、 厚田日田東組に置かれた。この東廃合は1892年には撤回され、同年11月15日に、西田神常小学校が、再び設置されることとなった。当時の所在地は、厚田前、新殿寺割水東とある。1907年1月1日をもって、大須野西部神常高等小学校に統合された。この統合は神常小学校の修行年限を、 従来の4年から6年に延長する制度変更に伴うものである。翌年の4月1日には、この大須野西部神社高等小学校と、大須野中部神社高等小学校が統合をされ、大須野神社小学校と改組された。この統合と、ほぼ同時期に、大須野村の一部が名古屋市に編入されており、大須野西部神社高等小学校の学区の一部が分離し、 名古屋市域に編入されている。1919年には、再び高等化を併設したため、大津の神城高等小学校と解消。1921年8月22日には、大津の村の残部が、名古屋市に編入されたため、同時に、名古屋市大津の神城高等小学校と解消される。公式サイトの遠隔によれば、1936年4月、 当時の通学区域は、大須野町、東地町、ど小町、元宮町、関西町、維新町、法人町の7町であったという。1941年には、国民学校令により、名古屋市、大須野国民学校。1947年には、新学生により名古屋市立大須野小学校と、改称されている。1951年に、高木小学校、 1970年に明徳小学校、1980年に昇法小学校が分離している。1969年には児童数が2233人にも達し、その後10年ほど市内有数のマンモス校として推移することとなった。児童数は1980年の昇法小学校、独立により適正規模に落ち着いている。愛知県小中学校市によると、 自動数の変遷は、以下の通りである。所管する名古屋市教育委員会は、2018年9月1日現在、港区のうち、入場町、川西通り6丁目、関西町1から9丁目、関西町あざ15番、江北町、大明町、と小町、元宮町5から7丁目、本宮新町の全域及び川西通り3から5丁目、 元宮町四丁目の各一部を通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は名古屋市立港北中学校となっている。名古屋市営バス入場停留所が最寄りバス停である。ありがとうございます。